風に思いが伝わるっていうか、人同士って偶然の共感みたいなものでつながる時があるっす。心だけじゃなく、距離も近かったりして、いつもみゆちゃんのことをひっそり見守ってるとか。それはできすぎだよ。みゆちゃん、冗談だよ。きっとどこかの知らない人だよ。でも、それって夢があるよね。世界のどこかに私の花の王子様はちゃんといるんだよね。それってすごいよね。星空に浮かぶ惑星みたい。ショコ、どうした？ぼんやりして。扉だぜ。そんなロマンチックな名前、あいつには全然似合わないよな。きっとその扉はミサイルが直撃してもびくともしないような、厚さ5メートルの鋼鉄でできていて、その上未来永劫何人たりとも開放は不可能っていうぐらい難解な無数の鍵がかけられていてさ、さらには念には念を込めてって紙片がピチッと溶接してあるに違いない。しかもそれは誰の手も光さえ届かない深海に沈んでいるはずだ。あれ？ショーゴ戻ってきたのかよ。なんか用事があって出たんじゃなかったのか？あ、そう。ミフちゃんはもう帰ったっす。ホームページに載せるための新しいレポートを、オミなんとかってやつと、何でしたっけ？ああ、俺花はパス。まるでわからん。オミナエシとベゴニア、それからサルスベリのレポートをまとめるって言ってたね。ミフちゃん、すごく張り切ってたっす。花の王子様に読んでもらいたいんだってさ。
まあね。ショウ、何かオーダーするの？いつものって何かな。さっぱりわからない。甘いね、みおちゃんは。俺の好みのオーダーも心得てくれてるっす。トモヤを連れてくればいつも水を飲ませてくれるし、みんなに優しい人みたいだね。誰にも優しくない人が来たぞ。珍しい。伊田先輩、チーズ。トビーは昨日も来てたんだよね、ショウゴ。よし。二人とも、もう俺いい加減めんどくせえよ。喧嘩はダメっすよ。さあさあ、二人とも睨み合いはもうおしまい。マグロがビビってるだろ。ほら、握手なんかしてみちゃったりしよっか。それで、いい機会に仲直りなんかしてみちゃったりしよっか。あ、そんなわけないか。んなわけねえよな。言いたくねえな。お前らの方がいいんじゃねえ。あっちでホームページの管理でもやろっかなっと。喧嘩はダメっすよ。
くだらねえ。くだらなすぎてお前とは話したくねえな。やっ、また余計なことを。お前いつか他人を尊重するとかいう言葉を使ったよな。俺がそれを教えてやるよ。飛田先輩。翔子先輩、大丈夫ですか？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 ざまあねえな。だけやってくれ。ただしこの店の外で。よし、出ようぜ。店長。出ろ出ろ。やらせとこば。ダメっすよ、ダメっすよ。飛田先輩は足が悪いから。マグロ、マグロ、お前最悪。お前のアホはもう立派なもんだよ。これならアホで十分独り立ちできるな。翔吾くん見せて。ちょっと切れてる。
ひどいっす。あんまりっす。なんだろう。俺は花の王子様にがっかりっす。待て、よく考えてみな。インターネットの世界は匿名の世界なんだ。その下を見てみろ、ショーゴ。違う違う、それじゃない。もっと下だ。さらに下だ。私のことが書いてあるんだ。な、分かっただろ、ショーゴ。同じ日に二度書き込みしてるんだ。ん？す？だから不自然じゃないか。同じ日に二度もやってきて、一回目と次では全然違ってる。この短時間で人の気分がガラリと変わるようなことが起こるかな。むしろまるで人格が違うみたいだ。語りだよ。つまり誰か別のやつが花の王子様のふりをして書き込んだんだ。ネットの世界じゃよくあることだ。なるほどっす。じゃあ本物の花の王子様は関係ないっす。語るひどい奴が別にいるんす。そうなの？きっとそうだよ。そうっす。きっとそうに違いないっすよ。ミフちゃん、こんなこと気にしちゃダメっす。いつものように元気に頑張るっす。わかったよ。頑張るね。